カナダです。松本です。ルイです。スガイです。ピンクラテ TB 始まるよ。イエーイ。はい、今日の企画は苗字の順位当てゲームです。イエーイ。苗字が日本で何番目に多いかなっていうのを2チームに分かれて当てていきたいと思います。せーの、どうぞ。まずみんなの苗字が花田、松本、ウイ、スガイ、あと今日はエコちゃんがお休みなんですけど、エコちゃんは石山なので、この5人の中で一番多そうな苗字っていうと松本さんかな。意外に私少ないかも。今目の前にも、目の前にもいらっしゃるので、キティさんも松本さんなんですよ。なので松本さんが日本で何番目に多いかなっていうのを当てていきましょう。よーい、スタート。松本さんは全国で、せーので、じゃん、28位13位。結構離れたね。選んだわけはですね、ナゾトレ IQ っていうなんかテレビ番組で松ってつく漢字の中で、松本が確か1位か2位どっちかだったんですよ。ってことはまあ上位かな。でも1桁ではない10代でもないかなっていう、微妙に多いぐらい。私たちはなんとなく多そうな苗字をまず上げてって、それで数えたらこのぐらいの数字かなって感じになった。確かに10代ぐらいかなって感じ。15から13でもやってて、意外に14だったりして、間を取ってみたいな。15もありえるかなって思ったんですけど、ちょっと13にしました。近い方で。はい、やばい、やばい。じゃあ順位を発表してもらいます。でれれれれれれれ、15位。うそー、そんな多いの。アリアの意見にしておけばよかった。ごめんな。いやいや、後悔の時間。今回はじゃあうがいチームが。はい、うがい、うがい。花元チームはね、全然違った。じゃあ2問目、石山さんを当てましょう。じゃあスタート。スタート。松本よりは少ないと思う。だいぶ少ないですよね。ちなみに石山さんは東京都に5600人います。え、東京都が多いんですか。次に多いのは北海道に多い。北海道でかい。北海道でっかい道だ。北海道はでっかい道。もっと少ない。え、なんですか。90よりもっと少ない。え、つまり40ないって言ってた。だいぶ少ないですか。90より。だいぶ少ない。え、でも石山さん3桁。みんなが持ってる多分だいぶ少ないよ。いきますよ。もういっぱい。あ、はい、はい、そろそろいきますよ。はい、運命の瞬間。はい、石山さんは全国で、せーの、299人。あ、9位。347位。ただ最初のうちらも200だったの。思ったよりもっと少ないっていう発言でちょっとオーバーしてみました。でもお願いします。じゃあいきます、運命の結果発表。石山さんは全国で450。あ、でもうちらの方が近い。やったー。やったー。少なかったわけもよかった。ちなみに全国で44,800人。え、松本何万人ぐらい。え、松本多すぎ。じゃあ次、はい、じゃあ次勝ち戦は花田でいきましょう。花田は全然ないだよ。え、でもゆめか、自分と貴乃花しか分かんない。貴乃花は花田じゃないから。花田だよ。あ、私ね、会ったことある。うん、いいそれ。え、ちなみに花田さん全国におよそ43,700人いるんで、石山さんとそんなに変わんないです。ヒント、大ヒント。石山よりちょっと少ない。1000人ぐらい。よし、そろそろ行きますよ。お願いします。じゃあいいですか。はい、花田さんは全国でじゃーん、498。
466位。めっちゃキラキラついてる、いつも。うちら顔描いてる、いつも。かわいいでしょ。かわいい。こっちの方が輝いてる。言いましょうか。はい、答えお願いします。花田さんは全国で、でん、462。やだー、えぇー、さっきから惜しい。じゃあ次いきますよ。次じゃあ、菅井さんで。はい、行きましょう。意外にそう。花田より多いかな。え、多いかな、わかんない。あ、だいぶ少ない、だいぶ少ない。もうぐんぐんって少ない。 2倍ぐらい少ない。それ大丈夫ですか。2倍よりもっと少ないかも。ちなみに菅井さん全国におよそ27,000人。少ない、少ない、少ない。いいですか。はい、お願いします。じゃあ菅井さんは全国でじゃらん999位。1213位。菅井さんは全国で903位。やった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 。もう自分で勝ち。計算間違えてた。大丈夫、まだうちら大丈夫、うちらまだラーメンが勝ってるから。じゃあ次、いきますよ。次は、ウイで。大体ウイは少なそうだな。もうぐんと少ないですね。でも全国にウイさん8,900人。ちゃんといる。1万人いないんですか。多分芸能人ではウイいないんじゃない。いないかな。あ、確かあんまり。ウイ康二郎みたいな。あれ。じゃあ考えていきましょう。ゴウイさんは全国で、せーの、じゃーん、399位です。399位。9928。えぇ、ー、だいぶ離れたね。近か近ですね。お願いします。じゃあ発表してもらいます。はい、ウイさんは全国で1759位。うわぁ、計算さえ見ない。当たるね。ピーンピーン。じゃあ次ちょっとルールというか出し方を変えていきたいと思います。例えば全国で100位の名字は何でしょうっていう形の問題にしていきます。はい、それじゃあこれは難しいので正解したら3ポイント。お、だいぶ大きいですね。じゃあ早速第1問目やっていきます。簡単なやつお願いします。130位。いや、130位当ててください。130位はですね、芸能人にいますね。みんな知ってる。かわいい。かわいい。かわいい。女の人。女の人。あと、サッカー選手にも有名な人がいるね。あー、わかった、わかった、わかった。聞こえた？違う、違う、違う。聞こえてない。てかさ、うちらさ、これワンちゃん意見一緒じゃない？一緒だと思う。いきますよ。ヒント出しすぎたから。せーの、で、ほんだだって本田翼さんと本田圭佑選手。そうそう、一緒一緒。うん、正解は130位、本田さん。おお、じゃあ3歳でも3歳でも変わらない。いやー、何ポイントも。じゃあ50位いこうかな。あ、結構いますね。待って、当てにくいかも。ちょっとやめるわ、ごめん。やめます。50位やめよう。もっと簡単なのにしようか。はい、10位。有名人で言うと俳優さんです。朝のニュース番組で。え、私は毎日見ます。これだ。これは自信ある。10位。お願いします。そろそろ。え、まだ変えてない。これでいこう。これで、はい、いいですか。せーの、やっとカット。なんか朝の番組って言うとやっぱスッキリの加藤さんから。あー、ちょっと待ってー。やっぱ加藤さん、ね、これはちょっと自信あり気味。正解は加藤さんです。イエーイ。 FG は入ってると思ったんですよね、上位だから。え、悔しい。じゃあ問題は以上です。終わりましたー。で、結果は花本チームは4点、うがいチームが10点ということで、
うがチームの勝ちだー。イエーイ。ぜひ皆さんもお友達とかとね、調べてやったりしたら絶対楽しいと思う。やってみてください、はい、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、スイッチオン、よろしくお願いします。バイバーイ。